皆さんこんにちは。こんにちは。観光情報番組読谷ラジオナビゲーターのかなえと達也です。レンタカーご利用の観光客の皆さん、レンタカーを借りる際に手渡される沖縄ドライブマップちゃんと見てますか？その沖縄ドライブマップの22ページに、はい、なんと読谷村特産品プレゼント情報が載っているのをご存知ですか？知らない。ああ、じゃあそんなあなたに、はい、情報をお伝えしていきたいと思います。22ページ沖縄ドライブマップの22ページに掲載されています読谷村特産品プレゼント、はい、なんとね、はい、毎月抽選で10名様に5000円分の特産品が当たります。はい、先月もたくさんの応募があったんですけれども、どんな商品が当たるんでしたっけ、達也さん。はい、先月はですね、沖縄そばの日がありましたので、そば、絡みで、まあ、読谷村のやちむん、ね、陶器など、うんうんうん、そして沖縄そば、そして早期などなど、あ、はい、もうじゃあ県外ですそばが食べれちゃうみたいな。そうですよ、で沖縄のねそばがね堪能できる商品をね皆さんにお届けしました。一緒に油味噌なんかも一緒に入れてたんですけど、はい、子供も大人も大好きですごい美味しいですっていう連絡が来てました。そんな読谷村特産品プレゼント、はい、今月もね募集してますよ。皆さん募集してますよ。レンタカーご利用の観光客の皆さん、はい、ぜひ22ページを開いていただいて、はい、応募してください。右上にあるのでぜひ情報ゲットしてください。詳しくは毎朝9時観光情報番組読谷ラジオ聞いてください。